18日夜7時から爆熱スタート。サッカーを取り戻すため、俺たちが時空を超える。サッカーに迫る新たな危機、みんなどうなっちゃったの。次回新シリーズ、稲妻イレブン GO クロノストーン、サッカーが消えた。これが超次元サッカーだ。稲妻イレブン GO はご覧のスポンサーの提供でお送りします。稲妻イレブン GO はご覧のスポンサーの提供でお送りします。